今回分解ですが、バラすという言葉はこのチャンネルでは使いません。 MPF チャンネルです。本当にうるさいぐらいに教えられましたんで、あとエンジン割るとか。はい、前回に引き続きまして、 CRF450L の新車の納車整備、今回パート2ということでリア周りを分解していきたいと思います。DIY で作業される方、まあ少ないでしょうが、外装あたりは分かりやすく説明できればと思います。まずアンダーガード、左右2箇所と下側縦方向に1箇所ボルトがありますので、外してやると前方方向に引き抜けます。アンダーガード装着したままでもメンテナンススタンド使えますが、今回新車ということもありますので、アンダーガード取り外して、メンテナンススタンドに載せます。この足踏み式のメンテナンススタンド、便利ですが、不意に降りてきたりして指を飛ばしてしまう方もいらっしゃるので、ロックは確実に行ってください。シート取り外します。左右2箇所ボルトで固定されています。爪の差し込みが、シート前方と中央部分、これもオフロード車によくある、差し込みです。で、固定ボルト横に養生テープ貼ってありますが、その爪の部分の脱着に気を取られて、取り付け金具でサイドカバーに傷が入りやすいので気をつけましょう。エアクリーナー、バッテリー整備の際はシートを外す必要があります。作業中のショート防止のために、バッテリーは取り外しておきます。ターミナルマイナスプラスを取り外し、バッテリーバンドを取り外し、バッテリーのカバー、黒いラバーですね、これごとバッテリーを一緒に取り外します。リチウムイオンバッテリー標準装備となってますので、とても軽いです。次回のパートで、重量を測ってみたいと思います。このタイプのバッテリー、純正装着以外は信用してません。分解して中の構造を見てみるとよくわかります。シュラードを取り外します。シルバーのボルトが上下各1本、中央に黒いボルト1本です。タンク上面とサイドカバー部に合わせがありますので、上方向前気味に引っ張ると外しやすいです。これでチタン製の燃料タンクが姿を現します。サイドカバーは表から見えるボルト2箇所で簡単に外れます。左サイドカバー内にヒューズボックスあります。ヒューズ点検だけでしたらシュラード外さなくても大丈夫です。サイレンサーは、エキパイとの取り付けバンドのボルトを緩めて、サイレンサー取り付けボルト2本ありますので、これを外すとサイレンサー取り外せます。これも次回重量を測ってみます。リアフェンダープラスのビス2本、先に緩めておきましたが、ここのビス2本を取り外しまして、リアフェンダー後端、リアフェンダーの先の部分、下側が差し込みになってますので、これを前方向にちょっと引き抜いてやると簡単に外れます。テールランプ、ナンバープラケットの取り外しになります。テールランプ、後ろにゴムのカバーがありまして、それをめくるとコネクタが出てきます。コネクタをすべて外しておきます。配線やカプラの色で識別できますが、もし組み立て時に、分かりにくいようでしたら、先に、マーキングして取り外すことをお勧めします。その次にやっておきたいことは、サービスカプラの横に配線を固定しているクリップがあります。インナーの黒いフェンダーを取り外す際、これを取り外しておかないとフェンダーに配線がくっついてきますので、破損しないように広げながらクリップを取り外してください。バンド切ってしまうと後で固定できなくなるので、クリップを外すのがいいでしょう。ナンバーブラケットは裏側4本ボルトで固定されています。1箇所樹脂製のクリップがありますが、これは外さなくても取り外し可能です。取り付けボルト、ナンバープラケットの間にはカラーがありますので、インナーのフェンダーからカラーが落ちたりしますので、なくさないよう気をつけてください。黒いインナーのフェンダーはエアクリーナーボックスに差し込みがありますので、後ろ方向に引っ張ると、ナンバープラケットごと取り外すことができます。DRC さんのナンバープレートホルダーに交換される方も多いんじゃないんでしょうか。まあこの車両も交換するんですけれども、次にサブフレームをエアクリーナーボックスごと取り外します。テールまで伸びている配線を順に取り外していきます。組み付け時、配線の通し方などわからなくなりそうでしたら、先に、分解前にスマホ等で画像を撮っておくことをお勧めします。学生時代はスマホや、デジカメなかったんで、もうかなり絵を描くことをさせられました。ギア方向からこんな感じです。左側に電装品が集中しています。右側はアースケーブルが1本通っているだけです。前方向からレギュレーター、スターターリレー、ヒューズボックス、
スターターリレーからセルモーター側の配線を外します。すぐ横にはバッテリーのプラスターミナルへの配線もあったりしますので、こういった伝送作業の際にはバッテリーのマイナスターミナルを外すか、もうバッテリー自体を外しておくことを強くお勧めします。ボディと触れてバチッとショートもダメですが、もっとひどいことになったりもします。でレギュレーターを取り外しまして、スターターリレーを台座のベースごと取り外します。台座にはヒューズボックスも差し込んでありますが、ヒューズボックスは外すとハーネス側に残ります。次にタンクとヤクリのボックスの間にある ECU コンピューターですね、これのカプラを抜いてあります。あとはバンクアングルセンサー、あと吸気音センサーのカプラも外しておきます。吸気音センサーがちょっと分かりにくいんですが、別角度から見ますとこの奥のカプラになります。これを外しておかないとヤクリのボックス分離した時に慌てて外すようになります。吸気音センサー、ECU、バンクアングルセンサー、この3つ外しておかないとサブフレームとエアクリーナ外した時に一緒にくっついてきてしまいます。エアクリーナボックスの反対側、右側ですね、こちらに、ホースが2箇所ありますので、これホース2本も取り外しておきます。これも1本抜いたところですが、ちょっと分かりにくいので取り外した画像を見てみます。向かって左側、上下2箇所ホース取り付け部がありますが、ここのホースを取り外しておきます。サブフレームに沿って取り付けられているハーネスを取り外します。この場合も通す場所わからなくなりそうでしたら画像に残しておいてください。エアクリーナボックスとスロットルボディのジョイントパイプのエアクリーナボックス側のバンドを緩めてやります。そしていよいよサブフレームを取り付けているボルト、左右上下計4本を取り外します。一旦各ボルトを緩めて取り外しますが、上側のボルトを最初に取り外してしまうとフレームが下に下がってきたりしますので、上側の取り付けボルトは最後に残しておいてください。そしてメインフレーム側とサブフレーム側につながっているものが何もないかよく確認してサブフレームを取り外します。24馬力の一つの根源でもありますインシュレーターはこんな感じですが、作業している一番の目的はここではありません。車体がずれて倒れたりしないようにタイダウンなどを使ってバイクリフトに固定します。リアホイールを取り外します。ホイールナットは 32mm で、片側はスイングアームで固定されていますので片方だけで大丈夫です。でリアのアクセルシャフトですが、グリスアップされてませんのでカラッカラです。なのである程度時間が経ってタイヤ交換しようとアクセルシャフトを抜こうとしたら、サビで固着してシャフトが抜けないという話はよく聞く話です。リアアクセルシャフトを外してやって、チェーンを取り外してリアホイールを取り外します。オフロード車のホイール取り外しはリアキャリパー取り外さなくてもいいので楽です。ホイールのカラー部分もグリスがどれくらい入っているか見てみたいと思います。組み付けの潤滑程度といった感じです。こんな感じですので、高圧洗浄機など直接当てることはないとは思いますが、水が入ったりするとベアリングとシールの間に水が溜まってベアリングが早く傷みます。次にリアブレーキ周りをペダルからキャリパーまでアセンブリーで取り外します。ペダル部分にリターンスプリングとブレーキスイッチのスプリングがありますので、スプリングを先に取り外してあります。そしてリアブレーキペダルのシャフトを取り外してあります。そしてマスターシリンダー固定ボルトを緩めてやっておいて、ブレーキホースの取り付け部を取り外しておきます。マスターシリンダーを先に取り外してしまうと、逆さまになってエアを噛んだりしますので、取り外す際は一番最後にマスターシリンダーを取り外すのがいいと思います。ペダルからキャリパーまでつながった状態で取り外します。マスターシリンダーはキャリパーより高い位置で保管して、マスターシリンダーがひっくり返らないように注意して保管してください。エアカムといけませんので。でチェーンがシールタイプのエンドレスチェーンでしたので、カットしてつなぎ直してもいいんですが、まあどちらにしてもスイングアーム取り外しますので、スリングアームと一緒にチェーンを取り外したいと思いますので、ドライブスプロケットを外しているところです。カットしてつなぎ直す場合はドライブスプロケットに沿って取り外してやればいいので、スプロケットを取り外す必要はありません。取り付けボルトを取り外してしまってますが、中央に1本、ボルトで止まっているタイプです。この位置からエンジン番号が見やすいのですが、上下ドライブチェーンがフリーになりましたら、リアサスペンション周りを取り外していきます。下から見ますとリンク、ダンパー取り付け部はこのようになっています。ダンパー上部の取り付け部です。
そしてスイングアーム、ピボット部、これら全てを緩めていきます。レーサーに準じてリアのサスペンション周りの作業は比較的作業しやすいです。作業しやすいのでスムースに各部ボルト緩めていってましたが、ちょっと一箇所ね、先に外しておいた方がいいところがありました。今チェーンのガイドローラーを取り外しましたが、このガイドローラーの取り付けボルト、リンクの取り付けボルトって兼用されてまして、そのリンクの取り付けボルトを抜くには、左に抜いていかないといけないのですが、今ちょっと見てますが、このサイドスタンドが邪魔をしてリンクのボルトがどうも抜けそうにありません。なのでリンク周りを取り外す際はサイドスタンドもあらかじめ取り外した方がいいようです。ステップペダルを取り外してあって、その奥にボルトが1本2本ありますので、2本のボルトでサイドスタンドは固定されています。あとサイドスタンドスイッチもありますので、スイッチの配線を取り外すのも忘れずに。リアのダンパーですね、リアショックから取り外したいと思いますので、下側のリアショックの取り付けボルトを外します。その取り付けボルトの状態ですが、やはりこちらもね、グリスの方は全く塗られていません。もう素の状態ですね。ここもね、可動部ですので、錆が出て動きが悪くなったり、やはりメンテナンス時にボルトが抜けないということもあります。上側のボルトもやはり同様でした。これでリアのショックが取り外せました。リアショック取り外しの際もクランクケースやスイングアームに当たってスプリングに傷入ったりしたら嫌ですので、しっかり養生しておいた方がいいです。スイングアームへのリンク取り付け部を取り外しまして、スイングアームピボット部のシャフトを抜きます。車両が固定されてないと結構不安定になりますので気をつけてください。チェーンもエンドレスのまま取り外しますので、このようにスイングアームについてきます。ピボットシャフトの方も確認してみたいと思います。こちらも塗ってあるというよりは装着時に、ローラーベアリングのグリスが付着したという感じです。このシャフトもエンジンの熱で湿気たりもあるんでしょうが、よく錆びたりします。最後に車体に残ったサスペンションのリンク部を取り外していきます。他の機種もですが、この辺りの部品、似たような部品で向きが分からなくなったりすることもあると思いますので、ポンチ等でマーキングして位置を確認しておくことをお勧めします。と言ってましたらマークが入ってました。マジックでしたら消えてしまいますので、見えない位置にポンチがおすすめです。これで目的の部品は全て分解できました。今回の作業の目的はリア周りの、グリスアップが一番の目的になります。ご覧いただいたように新車組み立てが目的ですので、グリスアップは最低限しかされていません。なので、使用状況や長くベストな状態で乗っていただくには、納車整備が必要となってきます。次回分解した部品を整備していきます。ご視聴ありがとうございました。